はい、次はですね、歌うネズミ取り上げたいと思います。でこれから、今私がですね、模範演奏というよりも譜読み演奏してみたいと思います。これをパッと弾いてみたらどんなことが大事かなと、まあ、多分10個ぐらいは出てくるんですけど、その中から3つ、ポイントを絞ってですね、それについて簡単にレクチャーした後、これに僕は連弾でできる伴奏をつけてありますので、それをご紹介して、せっかくですからその伴奏譜をここに掲げて、それに少し使い方みたいなものをね、簡単にレクチャーして、まとめてみたいというふうに思います。じゃあやってみましょうね。60から80って書いてありますね。まあこのぐらいにして、もうちょっと早いのかな。まあ、ちょっと譜読みなのでゆっくりめにしていきたいと思います。最終的にはテンポ上げてもいいと思いますけどね。じゃあちょっと弾いてみますね。それで3つポイント絞ってみましょう。スラはもう何も書いてないですね。あ、でも書いてあるか。書いてあります。ここどうするんだろう、ここどうするんだろう。オクターブ上ですね。はい、なんか音間違えたらごめんなさい。今みたいに弾いてみるとパッと思ったことがありますね。ポイントになりますね。その一つがですね、レガート奏について、特にこれすらありとなしがあるんですね。これどうするかですね。これからもう一つはですね、スラーにも、影響されるんですけど、テンポにも影響するんですけどね、これどこまでが、どこまでワンフレーズっていう、ちょっとこういう問いかけしましょうかね。例えばここまでなのか、こうなのかね。これね、遅く弾けば弾くほど短くなります。早く弾けば弾くほど一息になります。まあそういうふうに思いましょう。それからもう一点はですね、休符かな。休符の表現。ただ切ればいいってもんじゃないですね。多分ね、休符これブレスに関係すると思いますから、関係する、まあ要するに息遣いですね。その辺にしときましょうか。もしかしたらちょっとこれ違うのが後で出てくるかもしれないですけど、ちょっとやってみましょう。そうすると今もしかしたら僕一番最初これこうやって弾いちゃったかもしれないね、これ。もしそうやって弾いたらごめんなさい。ここなんかここだけ8分なんですね。でここは普天四分なんですね。もしかしたらなんかね、違って弾いたなんかイメージがあるので、あのね、普通1回目がこっちで2回目がバリエーションでこっちの方が多いですよね。だからなんかそうやって弾いちゃったかもしれない。ごめんなさい。ぶっつけ本番、レクチャーなので、もう一回弾いときます。こうですね。今でも僕ここで1回目はこれ四分音符の方が好きですけどね。多分そうやって弾いちゃってますね。ごめんなさい。はい、そうすると、レガート奏についてですけど、一つパッと言えること、レガートについてですね、浅さ深さがあります。レガートには浅さ深さがある。ここに書いておきます。浅さ深さがある。でね、浅いレガートがね、順次進行の時です。例えばこういうところ、それからこれもそうですね。
ただしね、こっち半音、こっち全音なんですよ。この半と全、またね、この浅さに、あの深さがまた浅い中にまた浅さ深さがあるんですね。で、半音が一番浅い方がいいです。これ音のバトンタッチですから、遠くになればなるほどバトンをタッチするのに相手が取ったのを確認してから離さなきゃいけないっていうルールなんですね。そうすると、例えばこれ、あ、分かった、これでなんでね、ここにスラーがこう書いてあるのか分かりました。これね、普通は何にも書かないと、こうやって弾いてしまう可能性があって、そこだけはこうやって弾いてほしいってことです。で、ここはわからない。でもこれは、これもあるのかもしれないですけど、そしたらじゃあ最初もこうやってやるかもしれないってことで、まあ、今僕が考えているのは、ここのスラーは逆にしないでくれってことですね。だからここのスラーはを守れ、守ってちょうだいって感じですね。で、ここは自由じゃないですかね。だからこう、ほら、ここないんだよね。これちょっと分かりません。こっちはあるのにこっちないですね。これはね、考えた方がいいかもしれない。だから、タランタランタランパルルルルン、ありえますね、これ。こうなると、いろんな人の演奏を聞いて、参考にする。もしくはね、自分のやっぱり、私はこれが好きっていうもので、自分で決める。これ自分で決めるんですね。生徒さんが決めてもいいけど、先生が決めるのでいいんじゃないでしょうかね。ただし、決めたらそれはそういうふうに弾かなきゃダメです。これもかっこいいし、同じでも構わないしね。で、ここが伸びてますからね。さっき散々、後で自分でもこのレクチャー見直してみますけど、やっぱ違うところ、違うところは意識せよ、ね、人に言っときながら、自分が間違えたらごめんなさいね。本当に多分なんかこれで弾いちゃった記憶がしつこいですけど、そんな感じが残ってます。それでここはオクターブ上にガーンと上がってますね。そうすると、どこまでワンブレース、ワンフレーズだって、ワンフレーズですね。ワンフレーズ。で、ハテナマークですから。僕は今の僕だと、ここ切りますね。ここ。だからイメージこうですね。ってことは、タランタランタランタラララ切るかもしれない。これこういうイメージね。細かなセラは別に書いてあるので、こういうふうにやるかもしれない。だからタランパランパランパロララパ、ここ切るかもしれない。わかりません。これね、自分だったらいろいろやりますけど、例えば生徒さんに弾かせた時に、生徒さんがどっちがうまいかですよね。当然左もつなげるか切るかっていうのまた出てきますね。これターン、例えばね、ここの間をね、左手ももしつなぐと、右手は切っても音楽はつながるんですね。言ってみよう、わかりますか？
ちょっとメロディーはちゃんと呼吸取るんですけど、下はずっとこう支えて、一息で支えることもできるし、これをターンドル、あ、これもありますね。はい、ここから先はですね、皆さん自分なりに決めた方がいいと思いますね。子供さんの立場に立つと、つなげた方が楽なのか切った方が楽なのか、もしかしたら得意は違うかもしれません。つなげる方が得意な生徒、切るのが得意な生徒いるかもしれないので、その辺はしっかりとその生徒さんの、個性を活かせる方にしてくださいね。であとは休符ですね。ここでね、ここ普通はね、休符の活かし方っていうんで、これは言っときます。青でここな、これ当然ここでフレーズ分けますから、Cを弾く直前に切りますね、右手。ところが左手は右手がここに入った時に切るので、ここにほんの少しだけ差があるんですよ。これタイム差があるわけ。これを表現すると休符を演出したことになります。もう一回わかりますか。それはとかね、これだとだいぶイメージ違います。だから左手の休符ね、とここは一緒に切る。これはね、切って何してるかっつったら、ここの上にジャンプですね。休符でジャンプ、休符でジャンプ、とでここに、ピアノって書いてありますから、飛んでったらところでは弱くね。それでリタルダンと書いてあるから、でリタルダンドってここから遅くしちゃうとリテヌートですから、タタタタン、本当はねこの辺が一番リタルダンドかかるんですよ。だから聴いてる人にとってはここがフェルマータっぽく聞こえるかもしれませんね。こういうふうにやるわけ。それでここにもう一つ一小節空白を感じた方がいいですね。この切りやるでしょ、切り、切ったらにしようかな。切ったらあと一小節、こういう気持ちでね、最後をまとめるととってもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、一応言いましたね、レガート奏についてどこまでワンフレーズ休符の表現、あと他に10個ぐらいはあるんですけど、一つ一つこうやって自分なりにテーマを決めて回答を出すということをやるといいと思いますので、ではこれにですね伴奏をつけてありますのでご紹介します。一人で連弾できませんので、本当にぶっつけ本番で1回目こっち弾いて録音して、それを聞きながらすぐこれ弾いて、でまあまあだろってところでもう即今再生してですね、でせっかくですから僕はこの伴奏の部分をこのピアノで一緒になぞります。低い方だね、こうかな。でこの音こんだけ伸ばしてますから、少ししっかり弾いて音が残っているようになんとか弾きたいと思います。テンポはもしかしたら録音した時と違うかもしれないけど、ちょっと行ってみますね。はい、聞いてください。今ここリタルダンド表現できますね。これでリタルダンド演出家なんですね、これですね。でこの音は伸ばしときたいので、かなりこれはスフォルザントっぽく弾いておきます。だからこの辺は少し大きくていいかな。
タランララララ。そうすると、じゃあ1回目少し大きく弾いといて、絞って2回目はなんかメゾピアノからピアノとかね。そうするとこの音がずっと残ってて、でこっちはタラララララって、逆にちょっと持ち上げてやるとこのラインね、これがよく聞こえてくるんじゃないかなと思います。これはこういう伸びてるところをリズムを補ってます。リズムと和音の補充でスッと書いておきますね。でこれはベースね。まあこんな感じでですね、やっていきます。で使い方は他の曲でも言ってるんですけども、練習の時からこの伴奏を使ってこういう音楽だったんだっていう、このもっとこの伴奏が入った状態が本当だったんだよと、それでその中の自分一人のところで最終的には弾きましょう。そうするとね、こういうところの下に入ってきた音が心の中に残ってますから、非常に豊かに作れるし、こういうところの表情なんかもこういうものがあったっていう記憶があるとだいぶ違うんじゃないかなと思いますね。それから最後このね、リタルダンド演出できますね。こっち伸びてるだけですけど、テロロンなんての入ってるとその気持ちが残ってますから、やっぱり自分で感じているものってのは必ず音に乗りますから、いいんじゃないかなというふうに思いますね。ぜひこれもですね、欲しい方にはこの楽譜そのものもプレゼントいたしますので、どうぞ遠慮なくお申し出いただければというふうに思います。はい、以上です。